3冊目です。3冊目来ました。何年連載やってるんですか。もう結構やってるじゃないですか。ですよね。これはね、あの吉野君が一緒にミュージックバードに出たんですよ、はいはいはい、でその時に番組の中で番組のもうあの収録中に、いやそろそろなんかあの男のロックとかそういうような連載を俺やるたいなみたいな話をして、はい、そしたら、はい、あいいですねやりましょうやりましょうっつって、でそれからそのこのビニジャンっていうのがあって、ビニールジャンキーズ略してビニジャンがあったと、はいはいはい、あれ音が見える部屋とどっちが先なんですか。このビニジャン音が見える部屋の方が最初だと思います。あ最初だ、はい、そっちの方が長いと思います。これはだからまあ本当のなんていうんですかね、サブカル的な、はいはいはい、そうですね、うん、で向こうが正統派な、正統派なオーディオですよね。でこれはもうサブカル的に後ろの方に乗ってるような記事でやり始めたのが最初ですよね。もう番組中にさ、あの約束しちゃったからさ、あのもうやっぱ連載ちょっとそういう偏ったやつは勘弁してくださいとかは彼は言えなくなった、はい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 、というかむしろあのやりたくてしょうがなかったから、なるほど、どんどんやりましょうっつってで、あの何ていうんですか、彼を相棒として、うんうん、あの引き込んで、ですよね、でだあの意識が共有してるから、うんうん、それでいろんな何て言うんですかね、それこそこうみんな正統派オーディオが行かない路線で、ずっとやってきたわけですよね。マイファイですね。マイファイです、ね、マイファイです、これは確実なマイファイで、1冊できて、で2冊目ができまして、1冊目はもう本当に何ていうんですかね、もう何でも手当たり次第っていう感じだった、はいはいはい、で2冊目ぐらいになるとちょっと自分がやりたい方向みたいなものを考えながらあと欲しいものとかそういうものに対してよく言う、あの吉野編集長でよく言う私利私欲企画って言って自分が欲しいものを企画に持ち込んで、それで話をこう盛り上げて学習する、うん、でこれがそうなってて、でいよいよですね5月に第3弾やっぱレコードもおもろいが刊行されたと。おめでとうございます。ちょっと今あのこう何ていうんですか、タイミング的に現物がまだないっていうことで表紙だけできてるので、ちょっと中身の構成も今終わりました。印刷所入ってるんですけど、まあ、すり終わるのを待つだけと、いうことで、でタイトルはねどうしようかねっていう話してて、でやっぱりこの番組のあのやっぱオーディオ無茶がなかなかインパクトあると、うん、それはあの編集の遠藤さん、遠藤さんっていうムックの編集者がいるんですけど、はいはい、でそれがいい感じでいいですねっていうことだったんで、じゃあやっぱレコードをまあ同じじゃんちょっとまずいからモロぐらいにしといて、でモロとモロでモロおもろいモロおもろいっていうことにして、一応許可を取って、うん、あのなんか遠藤さんが大丈夫ですか、そう遠藤さんがメール来ましたよ、なんか一応ちょっとあの YouTube とちょっと似てますけどどうですか、いやどうぞどうぞっていうか、そう全然構いませんか、そうそうそう、まあそもそもやっぱレコード、オーディオ無茶おもろいって田中さんがつけた名前ですよね。そう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 なの。そうだから俺つけたから別にこれでもいいんじゃないのとか言ってっていうことで、発売になりましてですね。まあもうこれの売れてくれないと第4弾いかないんですけどね。連載はどこまで続くかわからないですけど、まあ相変わらずこのもう変なことはやってますけどね。うん、で第3弾これについて言うと、オーディオのボリュームよりもやっぱレコードの方にかなり偏ってきてるね、うんうんうん、内容的には相変わらずカートリッジだどうのこうのとか、あの MM カートリッジどうのこうのとかいろいろやってるんだけど、自分の中ではこういう風に持っていこうとか全く意識しないまま自分の好きなことやってるんですね、うんうん、そうするってあとこれ編集した時全部あの読み直していくと、あ方向的に俺はもうこっちの方に来てるんだなっていうので、で例えば札幌レコード屋巡りとか、あと名古屋レコード屋巡りとかも入ってるし、なんかこういろいろとどんなところ
面白いだろうって言って回ってる感じがレコード探しの旅とかそういう方向に行ってますね、だんだん。それは受けるか受けないか知らないけど、まあでも読んでて面白いなといつも思ってます、あのビニジャンのやつ。ああ、ありがとうございます。まあ、あと YouTube ネタがこう入ってたりしますよね。 YouTube ネタというかそれをネタにして YouTube やったのもありますけど、はいはいはい、ケーブルワールドカップとか。あーケーブルワールドカップね。もがみうんちゃらとか、それバッチリ。だから中核になってるね。中核ですよね。ここバンバンスガノク入ってるから。そうそうそう、本当に。だからもがみのケーブルから。そうですよね、ね、うん、そう。せっかくなら、あの、見せようか、それ。いや、別にいいですよ。あ、いいの？そう。わざとらしい。わざとらしく。いやいや、でもね、あの、最上の、あの、ケーブルがいいってなって、それで実際製品化もされて、うん、で、実際僕もこれ使ってて、もう、あ、このままこれでいいやっていう、入ってて、なんかもう、一個考えなきゃいけないことが取れたんで、すごくいいね。あ、はい、ありがとうございます。もうどうやって考えなくていいことを外していくかみたいな。あ、そういうあれですか。もうもうで、いかにレコードにシフトしていくか。ああ、なるほど。だからなんかこうたくさん、なんか解決すべきことがあって、それを一個一個こうやってって、それをいじるのが楽しいっていう時代は確かにあった、うん、今はもう最近もうめんどくさくてダメだよね。いやダメとはないバイオリズムがあるから。そうそうそう。いや、またその解決するのが楽しい時に来ますよ。時が来ますよ。また今どうなの、自宅オーディオは。なんかやりたいことが積み重なっちゃって、もう何からやっていいか分かんない。ちょっとそう、ネタがたくさんあって足元に転がってるというか、あるんですけど、どっからやろうかなみたいな。ケーブルもですね、なんかあの後もいろいろ研究が重ねてて、いろんなケーブル仕入れたりしてるんですけど。毎回ずケーブル仕入れてる、プロの。そうなんです、うん、こんなんですけど、なんか試してないっていうか、買っただけ買ってやってないのが。うわ、そう。それ、これって別に30センチって意味じゃなくて、こういう風になってるっていうことだよね。はい、わかりました。すいません、これつまんないこと言っちゃうから。まあ、で、さておきですね。で、一応書き下ろしというか、新録があるんですよね、ビリンジャーの連載だけじゃなくて。正確に言うと、大幅な過失訂正みたいな。過失訂正。ええ、この中で、最近愛聴しているレコードベスト38っていうのがあって、はい、全米トップ40に並んで、習ってベスト40にしたかったんだけど、なぜかベスト38、ベスト38括弧中途半端っていうタイトルになってるの、ね、はいはい、で、なんで2個足んないのかっていうと、紙面上、そのタイトルに2コマ分が必要だったためっていう、ね、組版的な。そう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 、はい、で、それは基本はステレオ誌の特選版っていうか、ね、うんうん、連載してるやつで、あれは毎月4枚ずつ出してって、うんうん、だから、かなりの3、4年分だからかなりの枚数になるんだけど、100何十枚なんか軽くなりますよね。で、その中のベスト38、その38っていう数字微妙だけど、を選んで、それを固めて、うん、巻末に入れました。だから、たくさんいろいろ田中は書いてるけども、あ、こういうの好きなんだなっていう。で、まあ、月刊誌なんで、当然過去の70年代のオリジナルバンドのこのテーマに入ってなくて、うんうん、あくまでも新録、復刻でも再プレスで、うん、再金プレスしたっていうものになるんだけどね、うん、なんかそこから1枚ぐらい、あ、いいっすよ、そうですよ。これじゃあなんかここ今さっき試してたんだよね。そうね。でこれでもあそこでかけたこともある、あそこっていうのはそのこの番組でかけたこともあるような気もするんだけど、これは自分初めて見るんでかけてないです。あ、そう。ちょっともう分かんなくなってきちゃったんだよね。確かにそうです。ではちょっとこれかけますね。はい、はい、多分ね、誰も知られてないような、はい、で僕も言えないような名前の人なんですよ。エリカ・ウェナストロームっていう、なんかまああれなんですけど、たまたま見つけて、あ、これいいなと思って、まあ当時というか、まあ2、3年前ぐらいですか。そうですね、そうですね。新婦で買ったのっていう、アメリカの女性のロッカーですね。でこれ聞いた時にU2 のユシアトリーっていうアルバムがあるんですけど、はい、名盤があるんですけど、それをちょっと彷彿とさせるものがありまして、おお、ホワイトバイナルだ、ええ、
かけたいと思います。ずっとここでモノラル用だったんだけど、うん、ステレオかかるようになったんですか。ステレオかけるようにして、うん、今モノラルちょっとお休みしてるんです。なるほど。でダブルアームにしてモノラルにしようかなと思ってるんだけど、ね、ちょっと、今ステレオオンリーになってますけどね、うん、こういうね、はいはいはい、ちょっと壮大な、今時割とねありそうでない音楽で、うん、菅野が好きかどうか知らないけどいやでも壮大さはもうこれは壮大なのはこれはサウンドがこういう風にいいのかそうなこれの RCA の16インチのこれがいいのか、うん、まあ低音はモワモワしてますけどね、うん、まあだからそこがオーディオ的じゃないんだけど、うん、でちょっと本に載ってないんだけど、はいはい、これいい言いかけでこれカウボーイジャンキーズカウボーイジャンキーズのトリニティセッションなんか前かけましたよ、ね、トリニティセッションかけて持ってきたじゃん、ええ、でこれなんとトリニティセッションの次のアルバムで、ええ、ずっとお蔵入りになってたの、1989年で、で、これがついこの間日の目を見てレコード化されたの、でこれ全然あの本とずれるけどね本に載ってないけど、はいはいはい、だけどあのその特選版には載ってるわけ、うんうん、これあまりにも最新すぎて本に間に合わなかったので、うんうん、ちょっとここあのワンマイクの、いい感じ このシャロン寺院っていうお寺で撮ったんだよ ね、はいはい、だねちょっと聞いていや楽しいですねこれこれはあの公開される前に手に入れた方がいいですよ、
ちょっと知られてないけども、知られたらなんかこう値段のこと言いたくないですけど、高くなるような気もしますけど、ね、最近聞いてるやつ、はい、いや最近というか、ね、クリストフ・コメダのワルシャワで買ったやつ、ワルシャワのその店頭のお兄さんからですね、うん、これ100枚限定で、これはすごいね、ワルシャワのここでしか手に入らない、ポーランド国内だけだから、あ本当にそう言われたら買うしかない、買えって言われてですね、うん、買ったんですけど、ですね、まあぶっちゃけフリーなんですよ、ああ、うん、なので、まあ趣味ではないんですが、俺いや買えとるよ、ね、フリー好きだから、まあ音がですね、なんかすごいんですよ、ほんとガーって入ってくっていうか、なんていうか説得力あるんですよね、いやそれフリーいっちゃうんじゃないの、これもホワイト、これホワイトつながりということで、はい、普通に A 面頭からで大丈夫です、そうですか、もうなんか最初のアナウンスの音からすごいんですよ、Dovolte mi, abych na závěr dnešního večera koncertu třetího proudu uvítal jediného zahraničního účastníka dnešního večera. Krištof Komeda Quintet Polsko. Obsazení. Česlav Bartkovský, bicí. Jacek Ostačevský, basa. Michal Urbaniak, tenor a sopran saxofon, Tomáš Staňko, trubka, Krištof Komeda, piano. První skladba. Krištof Komeda, repetition. してんですよね、これね、いや、すごいね、この低音は、これメロコンじゃない、ベースすごいな、で、なんか契約って、なんかそのあんちゃんが言うにはですね、はい、契約中の関係でレコードでもう300枚しかプレスできないって話なんですよ、これ、あ、そうだったの、なので、ホワイトバイナル仕様が100枚、うん、で、普通のブラックバイナル仕様が200枚とかだから、レコードしか出ないっていう話です、いやー、これはでも価値出るよ、録音、また優秀録音版として、優秀録音でもあるし、内容も別にそんなドフリーでもないし、そうですね、まあ普通に聴けなくもない、これ前かけたか覚えてる、かけてないと思う、かけてないですか、これはね、本にまた戻りますけど、はい、名古屋でレコーディア巡りした時に、はいはいはい、でソークっていう SORC ソークって書いてある店で買ったっていうくだりが書いてあるんですけども、バスクのスペインのバスク地方の、はい、フォークなんですよ、そのフォークの型なんですよ、はいはいはい、僕も全然知らないね、多分マニアな人は知ってるんですよ、メニーとなんたらかんたらって言ったら、でそれこれを
あのバスクのフォークなんですっていうことをあのお店の方から聞いて、うん、ちょっと聞きたいんですって聞いて、はい、そしたらその人が出てくる前のあのバグパイプの音色がたまんなくて、もう即買いだったんですよ。それをちょっと聞いてもらいたいんですよ。これ泣きのバグパイプって言うんですかね。出てくる前に、はい、もうこれ買いますって言って本人の声もすごいいいんですけど、まあ、フォークなんですけどね、トラッドっぽさもある、トラッドのフォークで、これを1曲目に持ってくるっていう選手味がなかなかいいなと思って、うん、で、あの、そこ、はい、じゃあ、え、何すかそれ、バシティバニアンというこれは僕知らないですよ。あ、そうですか。はい、じゃあ知らないならそのおかげましょう。これは何ですか、なんかフィリップスじゃないですか。フィリップスですね。これロック、いや、フォークです。フォークちょうどじゃあフォークつながり、フォークつながり、有名な人なんですか。まあ、収録終わったらどうぞあのディスコグ店で覧調べてください。え、まあ何これ、またこういう高いやつ買ったんだ久しぶりに高いやつ。いや、自分の人生の中で一番高かった。え、マジで。あ、じゃあそんなすごい有名なもん、ちょっとじゃあ俺ちょっと出してやってよ。やだよ。え、本当にフォークって恐ろしいな。え、これなんですか、ブリティッシュフォーク。まあブリティッシュフォークですね、UK なんで。あ、そう、音すごいんだ。じゃあまあ当時300万しかプレスされてなかったっていう方が高い理由だと思います。レコーディングカンパニーっていうところで、はいはい、300枚、350枚しか復刻しないと、うん、1枚あたり350ポンドだっていう本当350ポンドです、復刻で。まあでもこれろくな復刻ないんですよ、板起こしとかしかなくて、あ、マスターが紛失してるかなんかで。でこれオリジナルマスターテープって書いてある、ね、そうなんですよ。
で、マスターテープどこからフィリップスとか引っ張り出してきたみたいで。すごいね。で、まあ、ここにナンバー書いてあるんだっけ、185って300、まあ、一応ね、185。で、開始20分で売り切れて、俺が。やっぱりだから、俺全然知らない世界だけど、このフォークのこの辺の世界で、狙ってるというか、探してるというか。いるんです。で、ちなみにこいつも今、ディスコグで40万で、えっ、もうそんななっちゃったなっちゃってすごいね。あ、ほんと俺じゃなくて、なんか300枚ぐらいしか提出されてないって話なんで、まあ、それでも300枚とこれ300枚で、ね、600枚ぐらいしかまともなプレスがないんで、こういう牧歌的な音楽なわけ、ずっとそういうフォーク、そうです、ずっと牧歌的な音楽です。なんか話によると、こうレコード会社と契約して、そのいわゆるプロモーターというか、プロデューサーとやり方に嫌気がさして、なんか駆け落ちするんですって。その駆け落ちした中で書いた曲を、帰ってきた時にプロデューサーに渡したら、これに行こうやって話になって。そう、もうちょい行きますか。もうちょい、もうちょっと前締めるぐらい。締めるぐらいのやつで。そう、じゃあこれいくか。これもこれはですね、ろくな録音は良くないんですよ。ほうほう。アマズガンというグループでして、はい、これはまあ普通に今多分アマゾンとかで手に入る、ケアさせます。これも新しい本にはその38枚のうちの1枚で入れましたけどね。どういうものかっていうと、もう70年代ぐらいのメロウなソウルです。 それを今やってるっていうところが尊くて、で徹底的に甘いソウルっていうんですかね、で曲がすごくいいんで、もうそれで一発で、まあ僕はこれ聴いてるん で本の中では名盤とかそういうくくりじゃなし、もう自分が好きな本、好きなものを書いてるんで、これがまあ好きな人は好きだけど。気持ちの良さが上回るっていう、そういうバーなんです。でもこういうのってやっぱレコードで聴いてなんぼって感じがしますよね。まあそうね、こういう音楽の感じから言うと、そんな感じですかね。今回はですね、やっぱオーディオでありながらオーディオの話がほとんどないってレコードばっかりということで、たまにこういう感じいいんじゃないですかっていうこと、ちなみにこれ、はい、表紙はこれですけど、なんか表4は面白いのが載ってるらしくて、表4面白いの載ってるよ、これちょうど今、映像で、はい、ここで入ったという感じで入りましたから、まあ、皆さんご購入ください、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。